マル探偵事務所は来た依頼は断らない。殺人事件から迷い猫探しまで案件に優劣はつけない。だが覚えておいてほしい、解決率はわずか 10% だってこと。妹さんと共に行方不明ということですね。絶対にここ静岡にいます。どうかいな、先に解決した方が依頼料の総取りってのは。3日間で必ず解決します。今日も厄介な依頼を抱えている。日系ブラジル女の失踪事件だ。ようやく足取りをつかみかけたのだが、相変わらず日系コーヒーだ。ブラジルじゃもっとマシだったよ。お前さん、よっぽど甘い人生を送ってきたんだね。苦味が人生を深くするんだよ。それリオで探偵修行中も師匠によく言われたよ。マル、あんたももっとその本物を買えるぐらい稼ぎなさいよ。本物もいいけどさ、こっちの方がかっこいいでしょ。見てよこのディティール。はい、松原美穂です。静岡の日本酒を A から K に紹介するこの番組、今日も張り切っていくから、みんな興味があったら飲んでみは。お酒作りにおいて水はとっても大切です。このお酒は仕込み水に富士山の伏流水が使われています。何層もの岩盤で磨かれた軟水がこのお酒の美味しさを輝かせてくれてますよ。富士山には天女の伝説もありますし、とってもスピリチュアルですよね。もしもし、さくらんぼです。まるー、もしもし。待て、外からかける。まる、違った。清水港の女は人違いだったに。あっち、そんなことわかってるよ。今朝俺の情報屋から電話があった。失踪女と思われる人物がヤマハのピアノ展示場で試し弾きしてたそうだ。俺の情報ではホンダの株に乗って鈴木の工場に現れたって。全く行動が理解できんな。一体俺たちのファンだったらどこへ消えたんだ。もう約束の3日目だしな、困った時は振り出しに戻るとするか。ここ静岡では3つのプレートがぶつかっています。大陸と海洋のプレートの衝突は深海から富士山の頂まで高低差約6000メートルもの変化に富む地形、多様な参考になるか分かりませんが、両親が離婚した際、日本とブラジルに別れた際にそれぞれの家族が持っていた写真があって、富士宮浅間大社だな。富士山からの地下水が湧く水源だに。30年前、両親が新婚旅行で初めて日本を訪れた時のものです。親の足跡、いや自分のルーツを探る旅に出たってことか。日系三世としてブラジルで育って、日本でゆかりのある場所をたどる神秘は理解できます。かけてみるか。ここに。はいね。マル、
ラウラ？ラウラ！姉さん？実際に会うのは初めてね。よろしく、ラウラ。こちらこそよろしく、姉さん。ありがとう。優秀な探偵さんね。解決率が低いって聞いてたから心配したけど。表に見える事柄だけで決めつけちゃダメさ。その何倍も深い真実が潜んでる場合もある。まるで富士山みたいね。みんなあの山だけを見て富士山だと言うけど、その麓は駿河湾に深く沈み込んでる。あらやだ、つい仕事の癖で地理学に例えてしまうわ。悪くない癖だ。まあつまりそういうことさ。深い洞察力のある探偵事務所なんだ、我が丸探偵事務所は。カッコつけちゃって。おい、やめろよ。ラウラ？ここ静岡は3つの大陸プレートがせめぎ合う、その上に浮かぶ町である。深海から山の頂までを包み込み、自然のパワーと人間のパワーが共存する奇跡の町である。そしてこの町で今日も丸探偵事務所には風変わりな、例えば天女を探すような依頼が舞い込んでくるのだった。ママ、コーヒーのおかわり入れてくれ。にっがいやつな。ママ、俺にも。